こんにちは、ミオです。今日は Get Ready With Me Get Ready With Me ということで初めて挑戦したいと思います。今ちょっと寝起きの状態で髪の毛も何もしてなくてパジャマなんですけど、準備をしていきたいと思います。それではよいしょ。じゃあ最初に化粧からしていきたいと思います。もう洗顔と保湿、化粧水乳液が今終わった状態です。今日はちょっと顔がパンパンなので、このアンブリオリスのモイスチャークリーム、保湿クリーム、これでちょっと保湿しながらマッサージしていきます。量はこれくらい、手でちょっと温めてから塗っていきます。結構これは毎日使ってるんですけど、結構伸びがいいから全然なくならないです。ちょっと下から上に、あと首もリンパちょっと流します。なんかこの耳の後ろ、あとこめかみの辺は目に効くらしいです。この辺をグリグリして、下まで流していきます。よし、こんな感じです。ちょっとテカテカだけど、結構なんか乳液よりはしっとりって感じのものです。次、下地、いつも使ってるポール&ジョーのラトゥエクラファンデーションプライマー N の01です。これはね、お気に入りでずっと使ってます。パールが本当に綺麗で、美容液も入ってるのですごい肌にいいと思います。あのさくらの動画で見てから、この指でやるようにしてます中心から全部塗らないっていうのを、なんかポイントだけ塗るっていうのを聞いて実践してます。おでこも薄塗り、なんか最初慣れなくてすごい時間かかるんですけど、この指で塗るので、も本当になんか薄付きというか綺麗にソフトタッチでできるので、やっぱりプロの言ってる人の言うことは聞いた方がいいなって思いました。なんか最近まつげ美容液を買って、スカルプ D の、後で見せます。それを塗ったらなんかまつげが伸びた気がする。今度マツパしてみようかなって思ってて、まだマツパしたことないのでちょっと気になってて、この間お店予約したので、よかったらまた皆さんにご紹介します。よいしょ、全体的にツヤっとしました。次はこれも何回も出てきてるけど、ナーズのコンシーラーです。1244って書いてある。クマがすごいので、目の下と、あと今ニキビ跡がすごい、肌荒れすごくて、こんな感じでつけて、これも最近肌荒れがすごいんですけど、なんかダイエット始めて、最初はすぐ体重落ちて肌荒れもしないでいい感じだったんですけど、結構バーって落ちたらすごい肌荒れしちゃって、なので今はちょっと肌荒れ直すために皮膚科で出してもらった薬とか塗り薬を塗ってます。結構ね、やっぱりね、皮膚科に見てもらうのが一番治りが早い気がします。よし、こんな感じでコンシーラー終わりました。あ、これ次初登場する、これマナラのファンデーション使います。これ面白くて、まあ、SPF も入ってますけど、こういうスティックになってて、これを、まあ、なんか5ミリぐらいちょっとこうやって出すんですよ。そしたら直接、なんかこれのやり方は3本って書いてあったんですけど、私3本だとちょっと多いので2本、あとおでこにちょっとつけてスポンジで伸ばしていきます。これもなんか手でやったら、うん、なんて言うんだろうな、厚塗りっぽく見えちゃう。で、結構よれやすくて、筆でやったんですよ。筆はもうなんか塗ってますっていう感じが出てあんまりだったんですけど、なんか専用のスポンジついてて、これでやったらもう完璧でやっぱ専用のっていいんですよね。このスポンジで伸ばしていきます。薄くてカバー力あるので、ポンポンしながら伸ばしていきます。目の下から、まあ、中心部からですね。あとは鼻、おでこは薄くしたいので、本当にちょっとだけ、ほっぺよりも少量つけて、本当に薄く伸ばす感じ。あのさくらの動画でも言ってたよね、おでこ厚塗りすると老けて見えるって言ってたので、それからあんまりおでことか塗らないように気をつけてます、薄塗りで。って感じで余ったのをこう目に塗って
すごい綺麗な、ツヤ肌って感じなんですけど、これ本当になんか見た目ツヤツヤなのにすっごいカバー力あって、最近お気に入りでずっと使ってる。オッケー、次も初登場、これパウダーなんですけど、一応ファンデーションなんですけど、Too Faced のボーンディスウェイマルチユースコンプレクションパウダーバニラっていうやつです。これもなんかファンデーションだけど、なんかパウダーとしてうっすら塗る感じで使ってます。下にこんな感じでパフついてるんですけど、これだとちょっと濃くなるかなと思って私使ってなくて、このブラシ使ってます、 Too Faced の。これここのリボンが、ここのなんていうの、筆の部分の絞ったり調整できるようになってて、前にずらすとキュッてなったり、いろんな使い方できるのでおすすめです。本当に少量だけつけて、なんかもうスーって感じで、鼻筋にスーって感じで塗るのと、こう、これも結構、これもなんか鼻とこの口周りはテカテカだとピッに見えるって言ってたから動画で、そうなんだと思って、上品に仕上げたいので私はそこを重点的に、まあ本当に薄塗りですね。もう本当にこんなついてるか分かんないくらい少量、目の下とおでこももうさーって感じでのせます。あとは言ってた眉毛を塗って、結構ブラシは固めなので柔らかすぎるとふわってなるけど、結構密着、硬いので密着するのですごいいいと思います。少量でもすごい密着してくれるのですごいよろしい。はい、こんな感じで次、そろそろ変えよう変えよう思って新しいのあるんですけど、なかなか変えてないキャンメイクのミックスアイブロウ02。これは何度も出てきて、いつ変えよういつ変えようで、まだ使えるまだ使えるでずっと使ってます。前もやったけど、濃いのと真ん中、濃い方と薄いの合わせて目地、あ、眉尻にのせていきます。なんかもう優しくふわーっとのせる感じです。あんまりこすらず力を抜いてのせます。眉毛サロンにこの間行ったので、眉毛すっごい描きやすくなりました。なんかほぼ何もしなくてもパウダーちょっとのせるだけでいい。真ん中と下合わせて眉頭描きます。でもなんか最近はもう眉毛サロンに行くと眉毛何もしなくてもいいので、あんまりやりすぎるとなんか逆に濃く見えて変なので、描いた後にブラシでこうなじませて落としてますっていうぐらい、本当にメイクが楽になるし、いらない。これもうどこのか取れちゃったテープで、ちょっとだけ足します。本当にちょっと、もう分かんないぐらい。あとはちょっと際をこう埋めて一本ずつ描くイメージで、本当にソフトタッチで、もう本当に簡単。最近眉毛は本当にナチュラルです。で、これ眉毛マスカラはケイトのやつです。でもなんか眉毛って髪と眉と目の色がなんかあんまりこうばらつきがない、統一されてた方がいいらしいんですけど、今ちょっとこれだと明るいかな。マスカラは毛を逆立てて逆からこうやって塗って、逆立ててから戻す毛並みにやると両方に塗れて均一に塗れるらしいです。眉毛サロンの方に教えてもらいました。均一に塗れていい感じになる。次はアイメイク、Too Faced の目元用のベースなんですけど、これ塗るだけでどのシャドウもすっごい発色良くなるんですよね。しかも取れにくくなる気がします。ラメとかもそうだし、シャドウの色自体も。だからこれ塗るとシャドウ直さない、全然一日中つけっぱなしです。あ、こんな感じで全面にこれを薄くのばしていきます。色はね、肌と同じ感じの色で、結構触った感じは硬いクリームなんですけど、塗ると結構なんかツルーって変わる感じ、テクスチャーがちょっと。あ、なんかダイエット始めたって言ったじゃないですか。それで何キロ落ちたんだろう、私マックスから6キロぐらい、7キロ6キロ落ちたんですけど、落としたんですけど、今はプラス1ぐらいか。整骨院に行ってて、そこでなんか骨盤矯正とか背骨
の矯正とか首とかいろいろやってもらったんですけど、骨曲がってたり姿勢が悪いと痩せにくいし、脂肪も燃焼しづらいらしいんですよ。っていうのを聞いて、今は週1、多い時は週2ぐらいで整骨院行ってます。で、矯正してもらったり、あとそこでも運動がやっぱりした方がいいって言って、背筋とか背中に筋肉つくとやっぱ太りにくいとかいろいろあるらしいので、そういうのもね教えてくれるので通い始めました。なんか YouTube のコメントでも気づいてくれてた方がいたんですけど、そうなんです、体重落ちました。あと歯の矯正もあると思いますけどね、今矯正してて喋りにくいんですよ。で、次アイシャドウを次します。コスメデコルテのコントゥアリングアイシャドウ、これすごい便利、前も紹介したけどめっちゃいい、今日手で塗ります。このキラキラ全体に塗ります。気づいてくれた方がいたんですけど、私のってダイエットじゃないんだなってみんなのダイエット動画見てて思いました。なんか普段気をつけられることをちょっと改善するみたいな、それもダイエットなのかな。今アイホール全体に塗りました。下の濃いブラウンを二重幅に塗ります。さっきのよりは濃いので二重幅に伸ばしていきます。だからまたダイエットの話に戻っちゃうけど、お腹鳴っちゃった。聞こえました？やだ、取られた。恥ずかしい。そうで、私そう、さっきダイエットの話か。あ、そうだ、ダイエット、ダイエット、運動は犬の散歩に前より行くようになったってことぐらいで、あんま他はしてないんですけど、あ、たまに筋トレというか、でも本当に数えられるぐらいしかやってないから、まあほぼ食事ですね。私は間食やめて、お菓子やめて、飲み物もなんかカルピスとか甘いもの大好きだったんですけど、お茶と水に変えて、あとまあ夕飯の時間とかもすごい早くしたりとか、食べてる量とか物とかっていうよりも、そういうなんか気をつけられることで気をつけてダイエットしてました。ダイエットっていうのか分かんないけど、多分ダイエット、家では炭水化物食べないとか、パンは太りやすいから自分の作ったパンしか食べないとか、お店のは食べないとか、そういうのやってました。やっぱりお店のって砂糖とか結構、ケーキもそうなんですけど入ってるので、自分で作ると量調整できるし、なんか牛乳豆乳に変えたりとか、結構いろいろカロリーも変えられるので、すっごいおすすめ。しかも、ね、そんな難しくない、なんか難しいって思ってすごいって言われるけど意外とできる。あ、シャドウが終わりました。全然説明してなかったけど、で、あ、これも初登場、これイプサのスティックのシャドウなんですけど、こんな感じなんですけど、こうねじると出てくるんですけど、なんて言うんだろう、わかるかな、ゴールド感といい、ちょっとなんか綺麗なんですけど、なんだろう、ちょっとマットみたいな、これを真ん中黒目の下にちょっと足します。これだけで、ね、すごい華やかになる。こんな感じで、今日はここしか足してないけど、まあ、気分によって入れる場所変えると、このラインとかに入れてもすごい可愛いですし、おすすめ。極め仕様ランコムクレヨンコールノワールアイライナーランコムです。いつもあんまりなんか極めとかしないけど、あ、すっごいブスになるけど極めてます。ちょっと極めてる時喋れない。はい、まあ極めもうっすらって感じです。私はあんまりしない。お仕事の時とか、撮影この後にある撮影がある時とかにたまにやったりします。目がパッチリするから。でも実際に会うと結構ナチュラルが好きだから、普段出かける時とかはやんないです。で、ケイトのアイライナーで目尻だけ引きます。なんかあんまり垂れるっていうよりも本当に目に沿ってっていう感じで、目に沿って本当に何だろう、5ミリぐらいちょっとはみ出す感じ。本当にナチュラルです。次、あ、そう、これまつげ
美容液スカルプ D のまつげがちょっと伸びた説がある。ちょっともうちょっと検証してから皆さんにお伝えしようと思ってたけど、もうでもすでに伸びてる気がする。これです。で、次ビューラーします。ビューラーは資生堂の、なんかさくらの動画でここビヨンビヨンってさくらが言われてたじゃないですか。私さくらほどじゃなかったんですけど、私も変えなきゃなと思って変えました。本当に勉強になる。キュッと上げて下に下げると自然に上がるのでおすすめ。でも本当にここあれですね、本当に200円とかで変えられるので変えた方がいいです。皆さん変えてない方はビューラーを変えるじゃなくて、このあれをゴムを変えるだけだから。でも資生堂のビューラー本当に上がるからおすすめ。結構ヘアメイクさんとか使ってる人も多い気がする。こんな感じでまつげ上がったので、ちょっと手で整えて、はい、いいかな。で、最近買ったやつ、マスカラの下地。これキャンメイクのやつなんですけど、開かない。開かない。開かない。なんで？せーの。開いた。強く締めすぎた。こぼれないようにと思って。これ透明なんですけど、これマスカラつける前に塗るだけで本当にまつげ上がるし落ちない。一日中上がったままになる。いつもホットビューラーとか持ち歩いたりしてたんですけど、もちろんそれも綺麗に上がるんですけど、これあるとなんか普通にホットビューラーいらない気がする。もちろんこれにプラスでホットビューラーしたら多分めっちゃクリーンってなる。でもそんなに私はナチュラルでいいので、これを使うときはホットビューラーしません。私結構逆さまつげだから下がってきちゃうんですけど、まつげがこれ下地で使うとあんまり下がらないから本当にいいと思う。よしよし。次、今日のマスカラはこれ、ランコムのグランディオーズ01ノワール。これ黒です。黒のマスカラなんですけど、とにかく塗りやすい。曲がってるだからな、出すときこうくねってするけど、すごいね、塗りやすくておすすめ。私の好きな YouTuber さんとかもみんな使ってた。本当に綺麗につくし落ちないし、なんかダマになりにくい。塗ってても伊原葵さんも使ってたし、誰見ただろう、あと3人くらい、なんかあ私も持ってると思って嬉しくなった。なんかお揃いのものあると嬉しいですよね。あとすごい勉強になる。やっぱりあの自分と同じものでも自分と違う使い方皆さんしてるので、そうやって使うんだとか、やっぱり YouTube って勉強になりますよね。そんな使い方あったんだとか結構なるのでおすすめ。なんかマスカラはメイクさんに聞いたのかな、私マスカラは使っても使ってなくてもなんか1回こう蓋開けたら2ヶ月で変えた方がいいって聞いたことがある。なんか固まってきちゃうしあんま良くないらしいですよ。よし、終わりました。次、チーク。チークはね、いつもと一緒、このずっと鏡に使ってたノンティーフェイスのチークから、パパドントピーチ。これ匂いだ。これはパーソナルカラー診断の時に、イエベ、私秋だったんですけど、セカンドがブルーベナッツだったんですよ。なんか合ってるって言われました。くすみカラーが得意だって言って、なのでそれからブラシにとってなじませてかな。こんな感じ。ポンポンって感じでのせます。よし。薄めに、長めに、縦長に入れました。次、ハイライト。今日トゥーフェイスで多いな。ハイライトはダイヤモンドライトマルチユースハイライト。これ、本物のダイヤモンド粒子？違ったらどうしよう。ちょっと待って。本物の確かダイヤモンド粒子が入ってるって言ってた気がする。あ、そう、本物のダイヤモンド粒子が入ってるらしくて、わかりますか、これ7色にキラキラ光るらしくて、
光をこう反射、虹のこのカラーが反射するらしいです。なんかね、これ全部ハンドメイドって聞いた。すごいですよね、どういうことって感じだけど。でもこれは本当になんか立体感出るし、なんだろうな、すごい透明感出ると思います。これで取って鼻から入れよう。鼻のこの高いところにクリクリっと、で先にクリクリっと入れたらスッって感じでつけてます。わかるかな、本当に綺麗。これ使ってると絶対どこにって聞かれる。筆でつけるのおすすめです。手だと結構ねこう濃くつきすぎちゃうので、筆でちょっとさーって入れるのおすすめ。最近ハマってるのが、ここのなんかね、おでこにねこうちょんちょんちょんってのせるとね、顔に立体感出ていい。あとはこのくぼんでるところ、高いとこくるくるしてくぼんでるところからこうスーって感じで入れてます。わかります、ここ本当に綺麗にこう光吸収する感じ。あとは口のくんぐっと顎、こんな感じで、はい、ハイライト終わり。リップ、今日のリップはこれ持ってきた、ルージュボリュームってシャインナンバー80、真っ赤、もう冬になるしいいかなと思ってこれを塗ります。あ、見た目こんな感じなんですけど、結構ね薄い、思ったほど赤じゃないと思う。赤使いたいけどあんま持ってないとか似合わないかもっていう人はすごいおすすめ、使いやすいから。冬何しよう。でもスノボ行きたいでしょ、結構アクティブなんですよね。スノボも行きたいし、運動しか思いつかない、なんでだろうスノボも行きたいし、スノボしか思いつかない、どうしよう。キャンプはでも秋に行きたかったんだけど、行けないから。何したいだろう、冬って皆さん何してますか何だろう、何してるだろう。でもスノボとか行っていいのかな、外だから平気か。ロングウェアリングマットリップカラーっていう、なんかこうスティックでひねると出てくる感じ、ちょっとなんかブラウン足します。重ねる、いい感じ、これ本当に便利。何するんだろう冬、何したいだろう私。あ、メイク完成しました。次髪の毛、これなんか海外でも使えるやつなので、私海外旅行とか旅行大好きなので、基本的になんか全部海外兼用で使えるやつ多めです。今150度で温めてます。いつもはその間に着替えます。私行ってきますはい、着替えました。今日はちょっとワインレッドみたいなタートルネックに、ちょっと見づらいけど好きに履いてます、こんな感じ。あとはコート、また別にあるんですけど、にパンプスです。これ上ザラです。でも去年のかな。じゃあ髪巻いてきます。どうしよう、今日どういう巻き方にしよう。最近ハマってる巻き方にします。すごい結構適当なんですけど、今日髪の毛縛ろうと思ってるので結構適当でいいや。外巻きにします。なんか美容師さんに180度とかのがすぐ巻けるけど、やっぱ髪の毛傷むので低い方がいいって言われて、140とかがいいって言われたんですけど150ぐらいにしてます。全体を外巻きにしていきます。ちょっと結ぼうと思うので髪の毛結構適当で大丈夫です。ヘアアレンジとかも好きで、人の髪の毛やるのとかすごい得意、大好きなんですけど、自分のってなかなかアレンジ、後ろ見えないかな、できる限りはやってるんですけど、ちょっと温度が低いからやる時間が長い。私すごい直毛ですぐ巻いても取れちゃうんですよね。なのでなんか湿気が多い時とかはほぼストレートです。あとはまあ基本的にめんどくさくてあんまりやらないこともないけど最近ハマってる巻き方、全部外巻きにこんな感じでしました。そしたらこの上の部分を、毛先は巻かないで上の部分だけ巻いていきます。こういう感じで、よいしょ。ここは外巻き、顔周りだけ外巻きです。他は適当。
今日はタートルでちょっと首元詰まってるので髪の毛まとめて低めを何個か上で何個かちょっとまあ巻いてみた感じでいつも決めてます。後ろの方は結構根元から巻く感じでいきます。あ、今ずっと外巻きしてるんですけど外巻きと内巻き交互とかでいいと思います。これだけではなんかこうゆるパーマみたいな感じで多分いい感じ。私巻いてると珍しいって言われるんですけどなんか珍しいというか巻いても取れちゃうから人に会う間にもうすぐ取れちゃうんですよね。なので多分珍しいって言われた時は多分まだ家出て時間が経ってない時なのでスプレーとかで固めるんですけどあんまスプレーとかも痛むかあんま好きじゃないんですよね。ゼロやらせていただいてた時にお天気やっぱ外だったのでスプレーガチガチに固めるんですよ。でそっからこう巻いたりするので本当に髪の毛めっちゃ傷んでて今2年ぐらい経つのかな。やっとね髪質が改善されてきた。痛みやすいんですよね猫毛、まあ、しょうがないんですけどなんか今全体に巻いたんですけどそしたらなんか多分少量取ってやるともっと動き出ていいと思います。私結構めんどくさいから省いちゃうんですけどちゃんとやりたいとかこういう細いのを取ってやると結構動き出るのですごいおすすめで自分だとやけどに皆さん気をつけてくださいね。でこれデミールフランのメルティバターバームヘアトリートメント、これハンドクリームにもなるんですけどこれ結構私が行ってる美容師さんで使っててめっちゃ匂いが甘いんですけどすごい甘い香りでめっちゃいい匂いなんですよね。私はこれだけで使う時もあるしオイルとトリートメントとかと混ぜて使う時もあります。今日は髪の毛縛るのでこれだけこれぐらい取ってで馴染ませたらこう毛先からくちゃくちゃしてとにかくこの匂いが好きでよしこんな感じで私は本当にすぐ取れちゃうのでキープします。スプレーこれはスーパーハード、これじゃないと取れちゃうのでもう適当です。下からもやるし上からもまあ適当にシュッとしたら今日は髪の毛縛ろうと思ってたの結構こう適当にざっくり本当になんかぐちゃぐちゃでいいと思います。こんな感じで手ぐしでまとめたら耳周り遅れ毛ここは出しても出さなくて私は出すときと出さないときは耳の後ろちょっと出します。こんな感じでそしたらざっくりまとめます。これ簡単見えるかな。普通に今日は適当こんな感じでお団子して伸ばしてあとは引き出します。細かい巻くのをいっぱいやってると引き出しやすいのでおすすめ。トップはちょっと多めに出す。はい、あとは顔周り巻いていきます。眉間とここに出したのこれは私は内巻きしてここもそれやりたいけどちょっと長いからくるくる巻きにします。あんま見えないからあとは最後に前髪もこれで巻いちゃう。ストレートアイロン使わずさーっとちょっと火を通しただけ。3つを通してさっきのバームをちょっと毛先だけこうやっていつもつけてるけど今日はいいや。ヘアアレンジも終わりました。見えますか、すごい簡単。この辺もちょっと引き出して簡単お団子。多分こういうタートルのニットとかあとはセーターとかあとは普通にマフラー巻いた時とかこうやってまとめてるとすごいいいと思います。レディーな感じね。今日はピアスもちょっとこういうパールとシンプルなのでアクセサリーでこんな感じでパールをつけてこっちもでゴールドまたなんか喉鳴ったんですけど聞こ
こえました。だとられた。なんか今日いろんなところがあるな。ネックレスもゴールドで合わせます。ボルドーにゴールドってめっちゃ可愛くないですか。こんな感じ。よし、完成しました。忘れてないよね、何も。あ、スプレーしとく、軽く。いつも結構適当。よし、完成です。全部終わったよね。はい、あとは今日はケープコートを着てヒールを履いてお出かけです。ちょっと矯正してて聞こえにくいところあると思うんですけど、はい、ということで今日は私のゲットレディーリズムということで、準備をしながらちょっといろいろお話ししました。なんか質問とかわかんないことあったらコメントでぜひ教えてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。